クブッシュは、第二次世界大戦中の1944年、ポーランドで起きたワルシャワ放棄の際に、装甲兵員輸送車として製作された、即製の送輪装甲車である。民生用トラックをベースに一両が製作されただけだが、放棄終盤の工房で活躍、ワルシャワ放棄を象徴する存在として、現在も保存され、レプリカも製作されている。クブシュは、ワルシャワ市内、 ポビシュレチックの南部のポーランド国内軍部隊クリバルによって制作された。その目的は強力なドイツ軍がこもり、ポビシュレチックと市中心との連絡を断ち切っているワルシャワ大学に攻撃を仕掛けるにあたり、有名な以外の兵士を乗せて大学敷地まで輸送することで、それには大学の門に設置された家点からの銃撃に耐える必要があった。 製作は1944年8月10日に始まった。ベースとなったのは戦前にポーランド国内でライセンス生産されたシボレーモデル157で、元々は木炭自動車仕様だったが、走行車への回収に際してガソリン燃料に戻された。これに入手できるだけの雑多な材料で走行が施された。元々人員の乗降用には後部にメインハッチが、 設けられるはずだったが、薄い装甲板で防御力を得るために二重装甲になっておりハッチの構造が難しくなること、左軽視のために傾斜した面のハッチは重さがかかり、開閉に支障が出ること、それら技術的課題を解決するだけの時間的余裕がないことなどから実現せず、床下に設けられた緊急脱出用ハッチが唯一の出入り口となった。しかし、 武器を携行したまま狭い床下をくぐって乗降するのは難しく、これは区分所の大きな弱点となった。制作チームを率いたのは戦前 PZL で働いていたヨゼフ・フェルニックで、彼は8月初めにマリエンシュタット地区からポビシュレ地区へと移ってきた。医師であった彼の妻はマリエンシュタットで消死し、7歳の息子は重傷を負っていた。制作中の装甲車は 彼の妻のコードネームにちなんで、クブシュと名付けられた。クブシュは、本来、男性名である役部の愛称で、また、戦前からポーランドで広く親しまれていた、エイエミルンの児童小説、クマノプーさんのポーランド名でもある。クブシュの制作は、8月23日の攻撃当日まで続けられた。ポーランド陸軍博物館に現存する、レストアされた実写8月23日午前4時ろ、 クブシュは、ドイツ軍から路角した SDKFZ-251D 型装甲兵員輸送車1両と共に、装甲小隊を形成して出撃した。クブシュには、ミシュ・タデウシュ・ジェディニス騎士官候補軍曹を指揮官に、運転手、アナスタシア・フィアウコフスキ軍曹、他兵員10名が乗り込んだ。2両は、大学正門のドイツ軍拠点に攻撃を仕掛け、 手製の爆弾で門を破壊した後、クブシュは門内に侵入することに成功した。しかし、ドイツ軍の強固な抵抗に遭い、撤退を余儀なくされた。撤退の際、一時クブシュはエンジンがかからず、危機的状況に陥ったが、ま一発で再始動に成功。逃走中に今度は街頭に激突して、損傷を受け、車体が転倒しかけたものの、これもかろうじて乗り切ることができた。 大学敷地そのものの解放には至らなかったが、この攻撃は、ドイツ軍に、地区の国内軍が予想以上に、強力な装備で固めていると思わせ、また、国内軍部隊の指揮を上げる役も果たした。この後、クブシュは、長部のハッチ前に、基銃マウントと棒立てを装着する改造を受けた。また、操縦手の著しい視界不良が、街頭柱との衝突事故を招いたことから、 視察口が広げられるとともに、露角したドイツの兵員輸送車から持ってきた防弾ガラスが、クブシとともに攻撃に参加した、クリバル部隊の SDKFZ-251、灰色狼9月2日、拳は再度、SDKFZ-251 とともに、ワルシャー大学敷地への攻撃に参加した。大学横の門に対し、クリバルの兵士が攻撃を行う、ま クブシュはその火力支援、続く数日間に、ポビシュレ地区でのドイツ軍はますます圧力を増し、クリバルも市中心部への撤退が決定された。クブシュの移送も検討されたものの、その場合、途中の少なくとも2カ所のバリケードの存在が問題となった。結局、クブシュの移送のためにバリケードを一時解体する許可も降りず、移送は不可能と判断されて、 クブシュの放棄が決定された。9月6日、クブシュは始動できないようエンジンの放棄類が取り外されて、部隊の拠点であったオクルニク通りの公園に放棄された。そのまま公園に残されていたクブシュは、戦後ポーランド陸軍博物館に収容され、現在も見ることができる。ワルシャワ放棄から60周年となった2004年に、自走可能なレプリカが一両制作され、 同年開設されたワルシャワ法規博物館に収められ、同社は各種イベントにもしばしば参加している。ありがとうございます。